今日紹介する商品はこちら、ソフトクリームみたいなパイシュー、いちご&ミルクです。はい、ソフトクリームみたいなっていうのはどんなんなのでしょうか。見てみましょう。はい、こちらになります。ちょっと当てるの失敗しちゃってこうぐちゃってなってるんですけども、こんな感じで生クリームのこのうねうねの感じ、ソフトクリームこんなんですよね。すごい、見て、たっぷり生クリーム入ってます。ミルクといちごとね、ミックスになっています。はい、これね、本当にね、この一番下のところからこの上のとこまで、この上のとこまでね、たっぷりクリーム入ってるんですよ。なのでこれね、クリーム好きな人にはもうめっちゃ嬉しいシュークリームになります。もうすでに1回これ食べました。中にいちごジャムが入ってるみたいで、いちごのこのクリームに関してはいちごジャムのような甘くて酸味のしっかりついた美味しいクリームになってます。はい、本当にね、これね、クリームを食べてるって感じです。シュークリームって結構こう皮を食べてるっていう感覚もあるんですけども、これに関してはもう完全にクリームが勝ってます。だから生クリームいっぱい食べたいなっていう人はこのシュークリームぜひおすすめします。いちごクリームなんですけども、そんなに安っぽい味のいちごじゃないです、ね、自分でいちごのコンポートを作った時みたいな感じの、結構いちごの風味がしっかり残った美味しいジャムが入ってます。お値段はですね、1個ね、158円に消費税なんで170円ちょっと超えるぐらいのお値段してました。こういう感じのもので、売ってるものに関してはちょっとお値段高めかなって感じではありますが、ただこの生クリームのボリュームは他のシュークリームで今のところ食べたことがないので、200円以下のお値段でこれだけの生クリーム、ホイップクリーム楽しめるならばいいと思いますね。私はスーパーで買ったんですけど、どこで売ってるのかちょっとよくわかんないです。はい、またもしね、見つけることがあったらぜひね、食べてみてください。はい、ホイップクリーム、生クリーム好きにおすすめします。はい、ね、このハンバーガーみたいになってますよ。はい、では今回は山崎のソフトクリームみたいなパイシュー、いちご&ミルク紹介しました。